毎日お目にかかれる配 T.V. の資金です。こんばんは。2023年3月25日の動画日記となります。撮影は4月8日土曜日に撮ってます。はい。ということで3月25日は結構ねいろんな嬉しい出来事ニュースが飛び込んできた一日でした。はい。えー、っと1個目2個目はですねアニメの話ですね。ホリミヤっていうね青春、えー、漫画。 のあの2期のアニメがねええー、と決定放送決定。今年の7月かなに放送されることが決定してですね。めちゃくちゃ嬉しかったです。えっ、ー、ともう1個アニメに関してはリゼロから始める異世界生活ということでリゼロと略されるんですけども、これもね。僕大好きな作品でですね。まあ、鬱になるようなね。 あの死に戻りをすることができる能力を持っている、えー、スバルくんがね、えー、いろいろ頑張る話なんですけども異世界系で「えー、リゼロ」っていうんですけども3期がね、えー、2期終わってからしばらくね何も続報がなかった、えー、アニメなんですけども。 この度に、ね、ついに3期の制作決定、えー、放送日はまだ、ね、決まってないですけども制作が決定したと3期のということでこれだけでも、ね、本当に嬉しくてですねツイッターで知ったんですけどもみんなツイッター、えー、大盛り上がりということで本当に嬉しかったですはい、えー、で、えー、っとあとはですねえー、っとまあなんか、えー、母がね関係に、えー、っと高校生レベルの関係に受かって、えー 受かかっったよっていう話とかねそれもすごいなと思ったし嬉しかったしあとなんだろうなえっ、ー、と前回というか3年前ぐらいにこっち引っ越してきて。 えー、すぐに行った、えー、っと昔一緒に住んでいた友達と行った、えー、パスタ屋さんがね老舗のねあ,のあったんですけどもそこに久しぶりにね別の友達と行ってみました、はい、そしたらねなんか3年前に食べた時こんなにもちもちしていて美味しかったかなって思う感じでめちゃくちゃ、えー、しかもね全然1,000円とかしないリーズナブルで、えー、と麺も量もね、えー、ボリュームたっぷりで美味しかったので。 なんか、えー、といろいろ心境の変化とかもあ,あるのかなわかんないですけどもあのー、あこんなおいしいパスタ屋さんだったんだっていう気づきがあって嬉しかったですはいまた行きたいなと、えー、思いますはい、えー、あとはですねそうですね、えー ソードアートオンラインの、えー、と名言とかね、えー、セリフをキャラごとにまとめた、えー、記事、そして影の実力者になりたくて、これもアニメですね、えー、大好きなアニメなんですけど、それの、えー、同じような名言まとめ記事を、えー、以前、ね、作って公開してあるんですけども、それを、えー、ちょっとね、さ、え、ら、ー、に、えー、と良くする、えー、ためにですね、リライト書き直し、追加、えー、ブラッシュアップしようと思って動き始めました。はいえー、これに関してはですね、 なんだろうえー、とぶわっとブワッとねえっとセリフを羅列するのじゃなくてですねキャラごとに、えー、この例えば SAO だったらキリトの。 えー、名言セリフっていうの見出しを作ってその下に、えー、バババッとねまとめてキャラごとにまとめるっていうなかなかあんまり、えー、と作品名プラス名言、えー、作品名プラスセリフっていうね検索キーワードの、えー、記事でそうやってやっている競合は、えー、上位の競合はね全然いなかったので、えー、とその切り口でカテゴライズでどんどん作っていく、えーとちょっとね差別ス書かれて面白いのかなとまあ自分がね、えー、そもそもユーザーとしてキャラごとに セリフワードよりもキャラごとにセリフが求められてた方が見やすいしなんか、えー、面白い楽しいなと思ったのでそっちの方向性でやっていこうかなと思って始めましたという感じでしたはいでえっ、ー、と影の実力者に関してはですねあ s m の方はもう一個あってえっ、ー、となんか競合が見ててですねえっ、ー、と最近の映画、えー、ですねえっ、ー、とプログレッシブの、えー、星なき夜のアリアじゃなくてもう一個先の、U 暗き夕闇のスケルツォっていう作品がね、僕2回見たんですけども、それの出てきたね、それにも出てきたミトちゃんっていうキャラクターの名言、セリフが、あの、競合では取り扱われてなかったので、そこもね、自分たち、自分の記事に盛り込むことで差別化を図って、上位表示に貢献できるかなと思って追加しました。はいそれに関ししてはちょっっとともう少しねえーと もう一回、ね、映画見返したりとかして印象的なセリフをピックアップして追加していきたいなとは思ってます。はい、で影のの実力者になりたくての 名言、えー、記事に関してはですね、これはあの、競合は1クール目の、えー、内容しかね、えー、取り扱ってなくてですね、えーと、じゃあ僕は2クール目もう少しちゃんと見返して、えーと、2クール目の印象的だったセリフも盛り込もうということで、えー、やりました。はい。で、何話かね、ちょっとね、好きなシーン、好きな和があるので、それを、えっ、ー、と、ね、つどつど止めながら、えー、メモしながらですね、やっていました。はい。すごくテレビ見ながらね、えっ、ー、と、やっててね、えっ、ー、と、黙々とやって楽しかったです。はい。 えー、以上ですねそんな感じでちょっといろいろ嬉しいことがあって、まあ、一番は本当に3月25日嬉しかったことは「えー、リゼロ」の3期制作決定そして「ホリミア」の2期決定7、えー、月から始まりますという話でした以上ですバイバイ